はい、面白いケース、皆さんはもう行きましたか？今日からですよ、ユニクロ33周年誕生感謝祭ということでね、めっちゃセールをやっているんですよね。僕もがっつり買ってきましたよ。セール品じゃないけど、はい、というわけでね、まあ、毎年恒例だと思うんですけども、誕生祭、今日から5日間やっていて、まあ、非常にね、いろんなアイテムが安く買えると、まあ、大抵の方はこれからのシーズン、こうヒートテックとか極暖のねシリーズとか、冬に備えてガツッと買うと思うんですけども、なんと今回カウズとピーナッツのコラボ第2弾がね同時に発売ということで、今回僕はそっちをね、何種類かゲットしてきたので、それを紹介していきたいと思います。前回はね全く手は出さなかったんですよ。ただ今回がねコンセプトが良くてね、ちょっとね買ってきて、はい、いきますよ。じゃじゃーん、これ分かります？黒い犬が見えてると思うんですけども、はい、スヌーピーですね、真っ黒ので、目があのカウズ特有のバッテンになっているスヌーピーのぬいぐるみと、今回のコラボ商品目玉ですね。で、これが S サイズ、あとね、もう一つ M サイズっていうのがあって、そっちも買ってきました。じゃーん、かわいい。今回ね真っ黒なんですよね、スヌーピーが。で、こっちが1990円かな、はい、1990円税抜きで、こっちが3990円税抜きとなっています。これ置いとくだけで可愛いよね、こんなん。で、今回このスヌーピーのぬいぐるみを2体、2個2つ購入すると、オリジナルバッグが先着でもらえるっていうことで、そちらもねもらってきました。それがこちらです。ダダン、はい、しっかりとね上カウズ、そしてメガペケペケになっていて、下に UT ユニクロって書いてありますね。で、裏が、はい、こういう風にカウズピーナッツユニクロで、ウッドストックがここにチロッと入れてる感じです。はい、こういったものがねついてくるので、ぜひね皆さんもゲットしてみてはいかがでしょうか。もちろんねぬいぐるみだけではなくて服も、売られています。何個かね買ってきました。そっちもね、白と黒しか色がないっていう感じで、僕好みなね展開だったので紹介したいと思います。こちらになります。はい、シンプルなポケットティーなんですけども、このポケットから、はい、小さいスヌーピーのワッペンがねこう出てるみたいなデザインになっています。もちろんねカウズのコラボなので、メガバッテンになってる可愛いスヌーピーがついています。で、首元がねこれプリントされてるんですよね、タグがなしで、はい、L とかこれプリントされてる、これなかなかいいですよね、こういうのチクチクするしね。で、その下にこのスヌーピーがいるっていうデザインになっています。結構いい、これすごく気に入ってます。で、もう一つがデザインは今と一緒ですの、ブラックのスウェットトレーナーですねになります。こっちもねすごくシンプル、着回ししやすい感じになってます。結構ね薄手になっています。素材はね結構薄い。こっちは普通に、さすがにねプリントはできないか、はい、タグがついてます。で、今回僕が買ってきたものでは最後になるんですけども、もう一個トレーナーがこういった、はい、カウズスヌーピーがねゴツッとプリントされているワンポイントのトレーナーです。で、この他にも、違うねデザインだったり、あとキッズサイズ、あとレディースだと、パーカーも売ってました。なので、ね、結構種類は豊富かなと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。もちろんね安いんでカシミヤとか、極暖とかヒートテックとか狙うもよしですけど、今回のねこのカウズとピーナッツのコラボレーションアイテム、こちらもね非常に目玉となっているので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの感謝祭のね期間中ね、1万円以上だったかな、購入するとなんかステンレスマグだったかながもらえるということで、もらってきました。なんか色がねシルバーとブラックが選べて、まあ、今回なんかねアイテムがブラックばっかりだったんで、合わせてブラックにしてみました。あ、蓋付きなんだこれ。
めっちゃいい。はい、シンプルなね、ユニクロって入っているこんなマグカップがもらえるので1万円ね、多分速攻でいくと思います。はい、まあ、せっかく買うんだったらね、もらった方がいいと思うので、早めに行った方がなくなったりする可能性もあると思うのでね、早めに行って、まあ、こういうのもゲットしてみてはいかがでしょうか。というわけで、ユニクロ33周年の感謝祭がね、めちゃ熱いので、ぜひ皆さんも行ってみてください。ひろきでした。じゃあ。